2年生ぐらいの時からずっと漫画を集めていて、テレビも見ていて、映画も見ていて、家族みんなで大好きなんです。そうですね、テレビも家族で見てたし、今でも漫画は母親と弟と私と回し読みしています。いや、もうめちゃくちゃ嬉しいのとちょっと緊張とあるんですけど、でも楽しみながらやりたいなと思います。スポーツ記者ですね。なんで普段は割と記者さんに質問をされることの方が多いので、その逆をやるのがちょっと楽しみです。アニメの声優やらせていただくのが初めてなので、ちょっとどういう風にしたらいいのかっていうのがわからないんですけど、でもなりきって現場でいろいろ教えてもらいながらやりたいと思います。サッカーも家族でずっとスタジアムに見に行ったり、テレビで見てたりするので、それも家族に報告したらすごいびっくりしてたんですけど、いつも応援してる選手が間近にいることになるのかって思うとちょっとすごいドキドキしてて、どうなるかわからないです。すごい興奮するかもしれないです。そうですね、なんか声って自分では結構わからないところなので、なんかそれでも桐谷美玲っていうのをちゃんとみんなに分かってもらっていいんですかね、分かってもらえたらいいですけど、でも皆さんに馴染めたらいいなと思います。私も自分から積極的に行けるタイプではなかったので、いつも待ってたんですけど、話しかけてもらえたらとにかく笑顔を忘れずにみたいな感じですかね。4月14日公開、劇場版名探偵コナン11人目のストライカー、ぜひご覧ください。